日本沖縄県那覇市、ヨセミヤより群は沖縄県那覇市の地名。ヨセミヤとも呼ばれる。ヨセミヤ1から3丁目と地ヨセミヤからなる。郵便番号は902-0064。ヨセミヤにある公共施設の一つ、那覇市民会館那覇市回し支所館内に属し、坪谷、や、三原、長田の、氷川、国場、敷名と隣接する。住民の多くは、 戦後すぐに米軍に接収された、現在の那覇新都心地区からの移住者で、メカル、平野などの自治会が存在する。新都心に戻った人も多い。寄席屋市、二丁目付近には、郵便局、NTT などの休校舎がある関係上、本土復帰直後から沖縄転勤組の人も多かった。沖縄県知事公社周辺は、区画整理によって道路が、 比較的規則まさしく引かれるようになったが、ヨセミ一1.2丁目の一部分とヨセミア3丁目、アザヨセミヤは、同志所管内の他の町に見られるような、スプロール現象によって、住宅地が不規則に形成され、現在も区画整理などの具体的な計画はない。1946年に、自、ヨギの宮城玄と、自国場の寄り原・玄、荒井田原の3つの小技から成立。 よりますげと宮城原の合成地名である。もともとの読みはヨセミヤであったが、現在の正式地名はよりみやである。戦前は沖縄県営鉄道、よぎ駅を挟んで農業試験場があったが、戦後、首里崎山に移転し、跡地が回し地区で真っ先に区画整理され、知事校舎が1955年に完成したのを川切りに数多くの公共施設が立地した。 1972年5月15日の本土復帰の日、寄席宮地区は市民会館で復帰記念式典が行われる一方、予義公園は復帰のやり方や式典に反対する抗議集会が開かれた。現在でも名令などでは集会の舞台となっている。那覇市立回し小学校沖縄県立図書館以下のバス停が存在する。蒸気バス停に停車する。 主な路線を掲載する。国際通り、トランジットモール、那覇祭り、首里城祭開催時は、上記に加えバイパス経由沖縄市方面、首里、国際通り経由のほとんどのバスが、余儀十字路を経由する。なお、カンバラバス停は、氷川川のみなのでヨセミア側には存在しない。ありがとうございます。